よし。交通した。ああ、勝ててよかった。黒い男だった。今日勝てたん、だいぶでかいっすね。アウェーの最終巻、ガチ君も言ってたけど、一番きついとこやったんですよ。負けるとしたらここやなっていう感じやって、ここをね、勝ち切れたのは相当大きい。あのね、そもそも開幕、オーダーが予想と違って、マジみたいな。あ、そう、僕に、ま、あの、ネモさんは予想してた。ネモさんか、モチさん。で、ガチ君に樋口、川野に、じゃあモチさんかネモさん。やと思ってたんですよ。そう、だから開幕、まず、オーダーが違って、そこで面食らった。で、ガチ君対シュートもめっちゃいい試合やったし、まあ、僕とネモさんの試合はまあ僕は別に自分で普通やなと思ったんで普通で、で川野対樋口の試合はもうめちゃくちゃ良かった内容。てか川野ガイル戦うますぎるわ、あれやばい。川野以上のガイル戦できんのかなって思っちゃう、あれマジで。それでも負けちゃうっていうのはもう、あれは原因はもう一個しかなくて、あの落ち攻めで崩せなかった、終わり。もうそれだけ、本当にそれだけ。川野の落ち攻めが5分1ぐらいしか通ってなくて、もうガイル戦ってああなっちゃいやすいんですよ。立ち回り不利なキャラ、立ち回りすげえ頑張って寄っても結局あの寄った時に崩せなかったら、もうガイル立ち回りで取れるリターン少なすぎて負ける。もうあれは仕方ない。川野のガイル戦はマジでうまかった。なんか俺文句ばっか言ってるけど、俺ももうちょっとなんか頑張ろうかなって気にさせられましたね。一先はね、押し引きがむずいっすよね。ここ行かないととか、ここ行ったらあかんなとかの押し引きがやっぱ岬とかより全然むずくなりますよね。押し引きが最初ちゃんと重ねに行ったの、あのね、一先やからって最初重ねなかったら絶対勝てないっす。いや梅原さんとやったおかげやったっていうか、延長は多分樋口出すべきじゃなかったと思う。あのベガ戦やってなさそうやった、樋口じゃなかったとは思う、こっちからしたら。いや、もちさん出てきてもまあもう 50% ぐらいにはしようかなというあのやり方は考えてたんで、まあ来たら来たで別にまあ頑張るだけかなっていう感じでしたね。待って、ちょっと見てみるわ、こら。大統領ありがとう。ケンタロスさんありがとう。リモコン67さんありがとう。13ネメシスさんありがとう。てか多分やねんけど、最終巻樋口大将固定っぽいなって思いました。いやでもね、俺大将固定弱いと思うんですよね。結構チーム戦の良さがちょっと出しづらいと思う、大将固定は。だからやっぱ樋口すげえ調子いいし、まあ大将でいいんじゃねっていう気持ちはわかるんやけど、まあでももう、うん、よそのチームのあれやから、チームの中でね話し合ってやったんなら全然いいかなとは思う、うん、実際樋口は大将戦勝ってるから、まあまあそれ自体は良かったと思う。延長まで樋口やったんは結構びっくりしたなって感じ。そらグッパチは誰でも大将できるけどね、まあそこもある。やっぱモチさん今結構調子あんまり良くなそうやから、この状態でモチさん大将はちょっと負担でかそうやなとか、そういうのは全然あるから、もうそれはわかる。今うちは多分誰でも対処できるっていうのがやっぱ強みやから、だからそこの強みをやっぱ存分に生かしましたね。まあでも樋口との全勝対決は結構面白かったなと思いますね。面白かったなとは思うけど、延長戦でさ、いっぱいに数えられるのかわいそうじゃない普通に。いや、そう、これかわいそうじゃない延長戦でさ、いっぱいに数えられるの、なんか、かわいそうやなと思ったんですけど。まあ、僕は別に全勝本当にこだわってないっすけどね。いつか負けんねんから、こんなん。1ラウンド目の膝で勝った着地って狙ってたんですよ。もうあそこ読み合いなんですよ。あっこ膝やるか、ガイルがジャンプ着地 V シフトで逃げるから、どっちかなんですよ。読み合い。だから読み勝ちっすね、あれ。オートやってガイル戦何が活かせたの？いや、もう、なんか立ち回りの空気結構変わりましたね。
てかあの梅原さんがマジでベガ戦うまくて、なんかあれに勝とうと思ったらちょっと内容考えないといけないなっていう気になっちゃいまして、だあれはやっぱ梅原さんとのスパー結構効いたなと思いましたね。前ね樋口とやった時は俺結構負けたんですけど、結構前 半年以上前とかにやった時は、樋口とやった時俺結構負けたんですけど、あのそっから割とガイル戦あの考え直したから、まあそしたらだいぶいい感じに勝てたんで、ガイル戦だいぶこれで自信はつきましたね。橋のソニック V シフトで取るとかも前やってなかったんですけど、これやんないと無理だなってなってやるようにしましたね。押すとは思えないリジェクト打ってましたけど、めちゃくちゃ意識してたんですか。ガイル戦やっぱ最初の方は飛びと球なんですよ、みんなって絶対どっちかやから、飛ぶか球打つかなんで、ド安定がバックステなんですよね。どっちにも対応する、飛びは間以外にいてて、球はあの取りやすい前になるんで、普通はやり方が分かんなかったら相手の中距離はバックステで様子を見るっていうのがまあセオリーなんですけど、まあ多分それでなんかバランスよくなんかいけたなっていう感じっすね。まあでもそこら辺の方針噛み合って、だから樋口が開幕飛び多かったらきつかったと思う。であとは EX ソニック絶対食らわない、もうこれ大事。 EX ソニック食らったらほんまにやり直しやから、 EX ソニックだけは食らわない、もうこれが大事。押し返されなかったら、まあ、走れワンチャンある。だから EX ソニックは被弾してなかったと思う。であの川野も EX ソニックめちゃめちゃ気をつけてガードしてたでしょ。あれはもうあいつの歩きガードが上手すぎるけど、今日のネモさん戦大事なところに対空出たの意識してました。あ、ネモさんは飛んでくるなって思ったから、要所は絶対落とそうと思いましたね。絶対飛びでくるって思った。ネモさんはシュートはステップでくるんですよね、結構どっちかっていうと。ネモさんは俺に対しては飛びでくる。ガイル使いで樋口さんが一番ライン管理うまいイメージある。ベガ戦に関しては結構やったから、最近やったからっていうのもあるけど、やっぱ梅原さんの方があの横はだいぶきつかった。あの本当にいい前キープするんですよね、梅原さんのベガ戦つまんないあれ。国民さんは一先力が絶対にあるってクイリングに反論してましたが、実際どうなんです。いや僕別にないと思いますけどね、正直。なんかずっと本当に若手が勝たない、若手が勝たないって言われてたじゃないですか。やっぱオジは強えなみたいな。オジが勝ち続けるのって業界的に良くないんで、僕は若者買ってほしいなって思ってたんですよ、ずっと。でじゃないと循環しないじゃないですか、環境が。自浄作用がないんですよ。だから僕はやっぱ若手に買ってくれた方が絶対いいなって思ってて、けどやっぱなんかおじさんが勝つたんびになんかおじ力出たなとか、あのやっぱ当時世代は違うなとか、なんかそういうの言われて、僕が若手やったらすげえムカつくと思うんですよね。すげえムカつくと思うんで、だおじ力っていうかバカず力みたいなのはあると思うんですけど、それは別に若手だからっていうよりは取り組み方でやっぱ養えるもんやと思うから、要はそこの経験値の差を、場数の差をそのおじ力とか、まあそんな感じに言い換えてるんですけど、腹立つじゃないですか。やっぱ絶対俺の方がなんかやってる対策の精度とか内容とか絶対いいのに、なんで俺が勝てねえんだよみたいな。でしかも負けるたんびにやっぱおじは強えなって言われて、やっぱ川野は実際絶対ムカついてたから、てか樋口もムカついてるし、シュートも多分腹立ってると思うんですよ。てか若手は全員ね、ジョンとかも。だから僕は若手に勝ってほしいと思ってるから、だから若手目線の味方になっちゃう。おっさんが負けてるの見ると、いやもうどんどん倒せおっさんみたいな。あのね、僕もね、あんま上手くない時あったんですよ。僕もだからあんま強くない時に、あの強い人に大会で勝ちそうになってギリギリで負けるみたいな何回もあったんですよ。それとかなんか大会の大事なとこで勝てなくて、なんか俺って勝てない星の元っていうか、やっぱ強い人ってなんかそういう運命力みたいなあるんかなって勝手に思い込んでたんですよ。けどあのそんなんな勘違いっていうか思い込みで、実際は別にどんだけ強い人でも上手い人でも倒せるんですよ、全然。ただやっぱ経験値とかがあるから、あのやっぱなかなかあのそういう場面でも強い人は当然いっぱいいるけど、なんかそういう場面で絶対倒せないなんてことはないんですけど、思わされるんですよね。で僕自身もそういう経験したから、多分今やり込んでる
若手とかもなんかそういう経験やっぱいっぱいあったと思うんですよ。大事なところで勝ちきれないとか、あのおっさんに競り負けるとかあったと思うんやけど、そこを、まあ、元若者としてっていうか、そういう経験僕もあったんで、あのそんなもんないっすよっていう。あなたの目の前のおっさんは別におっさん力あるかもしれないけど、あなた勝てますよっていうっていうだけの話。マジでやっぱ若者のを伸ばすべきっていうか、若者がいっぱい買ってくれた方が絶対業界的にいいんで、僕はやっぱそういうなんかおっさんがいつまでも強くていいんだみたいな考え方は良くないっていうか、あんま好きじゃないですね。まあ未だに梅原さんが強い、時戸さんが強いとかはさ、そりゃまあ昔から見てる人からしたら絶対嬉しいのは分かるんすよ。まだこいつら強えのかよみたいな、それは僕も嬉しいとこもあるけど、若者が勝つのはもっと嬉しいって感じ。あのもっといい作用が業界にあるからっていうイメージ。だからやっぱ伸び悩むっていうか、なんか勝ちきれねえなって結構悩んでる、じくじたる思いを持ちながら練習してる若者に対して、絶対倒せるから頑張れっていうのを言いたかった。勝てないようにできてるなんてことはありえない。倒せる